はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は明神くん、投手で使って、やっていきたいと思います。フリート高校です。で、モテモテ確定回ですね。まあ、30回くらいモテモテが確定になってるんで、まあ、お守りが必要ないというのがかなりいいですね。で、デッキはこんな感じにしてます。明神、バウンサーなので、まあ、技術を稼いでいく。で、あとバウンサー要因として、まあ、PSR プラゴのね、風薙フル覚醒がいましたのでちょっとお借りしてます。で、あとはまあオクタビア と、彼女キャラの合わせちゃんで、あと、まあ、フリート高校のこっちなんだっけ、名前がわからん、カジ君で、一ノ瀬はスナイパー要因で入れてきてます。まあ、ちょっとこれでやっていきましょう。投手は、まあ、動画にするのは初めてだよね。てか、まあ、1回しかやってないけど、これはまあそのままコツを掴んでいきますか。精神がやっぱり結構きつかったんだよな。まあ、編成にもよるんだろうけど、キレ、まあ、臨床ポイントはね結構手に入る。あのカジ君とかがね結構イベントでくれるんで、臨床ポイントで、これ何がいいんだろうね、どこへ向かうのがいいっていうのがよくわかんないから、とりあえず虹谷のいる天空中央に行こう。で、投手はねやってみた感じ、最初が結構なかなか出航のあれがたまらないんだよね。あと船積みタックも結構厳しかった気がする。ちょっとまあそこら辺は俺の立ち回りのせいかもしれないけど、で、ここに出航があって、ここにも出航があるけど、ちょっと3人プラス風薙のコツか、やっとこう。で、3種類はやっぱり積み込みたいよね。キレ、キレもう大丈夫か。臨床ポイントがたまる前にキレのコツが5になった。で、あ、ここ4、虹谷いるな、やろう。虹谷ちなみにコンコツくれんのこれ、仮にコツだったとして。奪三振で、もうタックが組める、早い。虹谷 37%、 どうする、もうちょっとやってみる。カロリーが1個食おう。これで3種類、虹谷のワンタックだからね。これどれだけパーセンテージあるんだろう。直感任せ。これ何がいいんだ、でかい、体力の最大値が増えた。ピエール、これなんだっけ、お腹空いてる、手応えからの、またコツ、血の世話溜まってる、火事、さらに東雲くんか、明神、合わせちゃんは1人、じゃあこっちにしよう。野手キャラがねメンタルと守備にしか来ないから、これどっちでもいいんだっけ、聞いてみよう。風薙のイベントもちょっと忘れたな、積極打法で、もう出航しちゃおう。からのエレキか、ここはパッピー、同衛、あ、同衛がいるのか、あ、そうか、暁って一ノ瀬連れてきてるから一人減っちゃってるんだよね。マントル行ってみよう、どこに行けばいいのかっていうのもあとあんまりよく分かってないからね。フリートはなかなか複雑だから。え、これこんなんあんの初めてなったんだけど、今まで絶対大丈夫だったのに。技術経験点、お見送りボーナス、彼女ボーナス、精神、ハートに火をつけろ、帰れ、さようなら。なぜか敏将が入るからね。ショート、敏将、打球反応とか直取りできそう。5、同衛がいるな、5
ゴブリンもいるけどちょっと上。投手キャラは2にしたいよね、やっぱり。2にするだけでだいぶ経験点変わるからね。トレーニング法よく分からん。なんか言ってたけどよく分かんなかった。結局俺には理解できない。いっぱいいるな。ゴブもいるし黒M いるし、やっとこう。ここら辺の評価上げもねバカにできないからね。臨床めちゃ溜まってんな。これはもう2回目か。体力が減った、そして寝れなかった。ひどいメンタル。黒絵がいるけどここはちょっと普通に寝よう。オクタビア、タコ、ペット、手応え。え、なんだよくわかんないけど合わせちゃう。東大悪道、お、いける。どうしよう、2人いるな。ここ同上か。同上ってもオーバーだからね。なんかいっぱい手に入るからここにしよう。ゴブと黒絵がいるから、こいつらが2になった。無理はしたくない。どうしようかな。風間に増えてるんだよね選択肢が。こっちでいいや。復活取ろう。一応見る。115、まあそれなりだけどね。まあ出航しちゃうか。2種類しかないけど。ってことは技術の売り値が多いブレインマッスルに行ってみようか。お姉ちゃん、これ体力増えるっけ。増える。順応で技術やってボーナスで90、手応え奪三振、なんかいろいろ入った。そろそろ経験点を使ったっけ。やる気がめちゃくちゃ減ってんだけど。一条との2人いるな。ちょっと待って、コントロール上げとくか。結構あるからね。何覚えようかな。 V スライダー覚えようかな。で変化球4種類にしたいんだよね。カワチャルで使いたいから。ちょっとこれ合わせちゃんとか全然評価溜まってない気がするけど、まあいいや。筋力36、オクタビ、球速上げなきゃいけないのか。オクトスモークは覚えないから。で一応3は溜まってるね。ここ2種類しかなくない、練習のあれが。そういうところ、家事、名字。じゃあここで、あ、ここでもあれか、人がいっぱいいるからもう、悩みどころだな。評価はもう意識してあげる必要はないからね、合わせちゃんは。ここに関しては一回引っ掛けていこう。ブレインマッスルは大したあれじゃないの。ゲッ、もう2回目始まってるし。筋力どれだけあったっけ。ここなぜかよくわかんないけど評価が下がるからね。上げられるだけ上げろ。142、とりあえず最低ラインの142。スタミナここ6。え、ちょっと何もないからぶっちゃけとこう。スタミナも直上げしてもらわないと。結構上げるの厳しいからね。一ノ瀬手伝おう。やる気が上がってもらいたい。からの大根、やっとこう。これで3個溜まったか。ちょっともう出航しよう、どんどん出航しよう。全然船積みタック溜まってないけど。超天才と努力、引き止める。身をストレート覚えていこう。ちなみにてか合わせちゃん一
応これ見て、まあそんなって感じだよね。よくわかんないけど出航しちゃおう。あ、これ天空中央また行けるじゃん。ちょ、天空中央行こうか。エビルもよくね。でも天空中央もうすでに溜まってんだよな。いや、でもちょっとエビル行ってみよう。あ、待って待って待って、売り値を見よう。ちょっとでも稼ぐか。じゃあちょっとエビル行こう。これどうなのこれ、同じところって2回行った方がいいの？気にせず練習できるからね。もう上げちゃえば。大してボーナスないけど18だから。お見送り3人、で骨格来た。よしよしよし、すげえいいタイミングだ。ここぞという時にありがとう。これ回復はしないか。打球反応。じゃあちょっとコツは取っちゃおうか。キレ、打球反応。ダッツァンもいいでしょ。ジャイロも3でいいでしょ。復活取れる時に取ろう。手応え。東大悪道も微妙に経験点使うね。ヤミノと大田くんがいるな。やろう。超天才の不得意ゲーム。回復した気がするこれ。でボトルシップ、これ褒めてみよう。チームプレイか。変化球66。闇のがいるな。やりたい。ちょっと13波強行したけど、クリスマス前だからね。体力は減らしておきたかった。オッケー、もう来たか。制圧する。オッケー。ちょっと怖いよ本当に。完全制圧。メリークリスマス。回復しねえ。あ、回復した。あんまり回復はしなかったね。でも200か。これはかなりでかいな。闇のがいる。そろそろまた技術を吐くか。内無双変化球108とかめちゃくれんな。これどうしよう。健康に過ごしてもよくないか。健康に過ごそう。体力回復させる。逃げ玉。はもうなんか上げられるときに上げとこう。結構使うからね。ここがまだ5か。大田くんがいるね。大田くんがいるんで、よし、ちょっとやろう。監督評価ってここどうだっけ。なんか2、3回練習しないとちょっときついんだっけ。伸び、ありがとう。進歩がない。カスだな俺。我慢しよう。体力を回復させる。体力回復系のイベントはやっぱり重要。どうしようかな。脱散があるかな。ドクター K 取ろう。ドクター K かぶらないよね。特になんかすげえものが来てるわけじゃないんで、いや出航しちゃおう。パワーコを、円卓、名鏡を、名強精神が多いな。壊れが多いね。変化球が。ランスロットがいるのか。ちょっとエンタビ行ってみよう。アーサーも、あれだからね。スタミナ持ってるからね。経験っていうか、しょぼ。ボーナス。二つとも、マックスだ。イエーイ。使ってないけど大丈夫。そういえば経験点使ってない。溢れそう。溢れてっぽいな。やっぱり溢れてるっぽいな。溢れてないか。精神なんかなかったから溢れてるかなとか思ったけど、そんなことはなかった。 V スライダー7、伸びが2でしょ。リリサ3、ドクター K も取ろう。逃げ玉1か。要所は3。内無双は骸骨がない。東大薬道は3になってなっとろ。で制圧と完全制圧、これは最後にコツくれるから。コントロール、スタミナ、スタミナが欲しい。ちょっと爆上げしたい。
C くらいまで持ってきますか。 C まで持ってって、あとはちょいちょいタックを挟みながらやろう。ちょっと金属ポイントも今少なめだし、でここが2回目で目覚めてないだけだ。俺はこれから目覚める。これなんだ、なんかあげ、何あげとけばいいんだ、わかんないけど、急速かな、ミオストレートだし、ちょっと開けられるだけ開けと、148にしとこう。次152だからね、ランク的に。コントロール、オクタビアとカザナギ。ここはモード君、誰も絡んでねえな。アーサー、うん、200回やっとこう。単独タックのやっぱり船積みでかいよね。これだけでも200入るから、大したあれじゃない。カッチウンとかあったのか。そう、一ノ瀬これがあるからね、ありがたい。マネージャー大変。これなんか一番上でいいや、まあ、コツと経験点の違いだからね。要所スタミナ、スタミナは上げておきたい。メンタル、アーサーとドーモくんがいいのか。ちょっとメンタル一回挟もう。レベルを上げてないからね、こいつらの。変化球対抗心で、ここオーバーしてるし、アーサーか、ドーモくんか。ここは誰がいるわけでもない。経験点的にはまあちょい入るけど、スタミナか、上げたいよな。ちょっとスタミナ上げたい。これさ、こっからさ、タックできんの、さらに。やれ、ミオストレート、みなぎる活力で、まだ 3つどころか2つしか溜まってねえじゃん。でもここまで来るともうオーバーオーバーだよね。ちょっとオーバーすぎるわ。これもう詰め込みきれなくない。ここ何種類、 1,2,3 種類あるか。ちょっとアーサー上げとこう。じゃあ、いや待って、もうなんか出航に向けよう。はい、臨床どうよ。体力減らされたんだけど、復活ここで掴めんのかよこいつ。知らなかった、カザナギかぶってしまった。いやこれは単純に俺の何にも把握してなかったかね。上限108までいけるんだ。106まで持ってくか。はい、ちょっと待って、ここから見てみよう。105でしょ、106、107は112しか分かんないか。108も大して変わんない。じゃあ106で止めておこう。で、球速はじゃあ152まで持っていって、これでまあ一緒。で、メンタル。もう出航したいのよ、俺は。とにかく。2人いるな。2人あげちゃおう。カロリー食って。立ち回りがかなり悪い気がすんな。この、オーバーになってるのは良くないんだよ。良くない事例だから、今。復活かぶらせたしさ。一応見よっけ、メンタルがいける。モードくんか、2になるな。どうしよう、出航先だけ見よう。暁台か、暁台はいいや。ちょっとメンタルやって、モードくん2にしよう。 110% か、もう 10% 貯めてえな。どうせだったら金徳のために。でこれ貯まるな、やるか、やれるときにやっておこう。次どこだっけ、マントルか。マントル行きたかったけどな。マントル行きたかったけど、ちょっとダンジョンで我慢するか。北雪はさすがに行きたくないからな。 125% これは勝手に縛りを手に入れた。一応見とこ、一応 見るだけ見る普通で。また吐かないといけないけど、敏捷とか236ポイントもあったけど、どうなってんの。 A にしておくか、スタミナは。じゃあで、変化球ポイントがだから意外に伸びてない。金徳とかもでもね、抑え
ってはいるんだよね、ある程度。ドクター K も取ってるし、カチューン3とか。内角は欲しいからな。ミナカツは取っておこう。縛りは1でいい。いや、でも技術精神結構重い。変化球対抗心、完全燃焼は、前回か。まあ、それ考えると普通に出航しよう。もう大丈夫しよう。で、ダンジョン行きます。ダンジョンに入りたい。鉄腕。そろそろデートを1回くらいやっとかないと。ダンジョンボーナス。技術か。ここはもう3人完璧だからな。よし、変化球ポイントめっちゃ溜まった。彼女ボーナス45。誰も何もいない。悲しい。須藤がいるな。金、なんだっけ、金倉だっけ。使わなすぎて名前すら覚えてない。変化球ちょっと溜まってきたから、何覚えようか。 V スライダー、じゃスライダーにしよう。高速スライダー、ちょっと4で止めて次行きたい。高くあるわけじゃないからな。一回デート挟みますか。さすがにちょっと全くデートしてないからね。2、3回は進めておきたいよね、帰ってくるまでに。牽制、牽制はもう取ろう。これ何がいいの。友達、俺たちは友達だ。ギャー、評価が下がった評価下がったけど別にいいや、野手じゃないから。クイック、クイック取ろう。クイックなんていつ取った。重い球、あ、相手がくれたのか。鉄腕も取るでしょ。じゃあ安いやつ取っとこう。バントフーズとかね。縛りも2でいいか。1はね、ちょっと重いかな。で、タック、船積み、コントロール、7か。まあいいや、やろう、須藤もいるし。で、1のせいだから、あれだよね、今のは。2種類練習の船積みタックだから、ちょっと。これやめておこう。経験点が少なめ。バット封じ手に入れたし。球速、須藤がいるな。ここは風薙か。ワンタック。だったらちょっと赤を手に入れておこう。で、須藤のレベルも上げる。からの、またいけんのか。そこそこ入るな。青が欲しいんだよね。メンタル1。これも出航させるか、じゃあ。やろう。経験点に目がくるからすぐ。筋力108、8上がったし。でちょっと待って、さすがにですよ。取れるもんちょっと取るか。伸び取ろう。回復もなんか結構筋力さばけるね。重い球直撮りしようかと思うんだけど、重い球ってもう掴んである。重い球掴んであるわ。じゃああと何、速球対抗心とか結構筋力使いそうじゃん。ほら使おう。完全燃焼も使うけど、さすがにもったいないな。コツが手に入るっていうのが分かった。あ、違う違う、完全燃焼は手に入んないんだ。完全制圧の効果。アウトロー級安いな。前回だけと、いや、完全燃焼取るか。精神大丈夫かな。ちょっとまだスタミナが微妙だけど、時間にすれば問題ないよね。よし、ここで行こう。はい、大丈夫です。出航。どこ行く？明鏡、太平楽。ブレインマッスル。2種類しかないからね。明鏡行こう。明鏡に出航します。多分あと1、2箇所だよね、行けても。ボーナス全然見てなかったし。須藤70、ありがたい。クロスキャノンで5月の1周か。これ何、左端高速チャージ。なぜスタミナがある、やりてーけど、伊能がいるから、ちょっと伊能はやっておきたいね。上げよう。レベル上げは重要。
のはず。この高校は。これは守備レベルが下がったとかひどくない？リリーフ一応ちょっと、じゃあピンチの時にやるか。監督評価全く気にしてなかったけど、ちょっとまずそうだな。え、あと何を覚える？スラーブでも覚えるか。じゃあ試合に行こう。出番が来た。マキシマン、あ、ミオストレート覚えてんじゃん。そういえば全然わかんねえどういうあれだ。 V スライダー、ミオストレートちょっと見せて、高速スライダーで決める。みんな勝つ。ちょっと待って、なんでこんなに打たれてるってことじゃん。ちなみに俺が出てるってことは。ブライトン三振、オッケー。評価下がんないよね、打たれすぎて下がったりして。たまに下がるからね、勝手に下がるからね。でここはもうさすがに無理なんだけど、黄色もちょっと欲しいけど、お出かけして回復して、もう一回出航したいんだよね。低め、スタミナが7か。いやー、ここが人がいない、まあ、そうだね、野手だもんね。いや、どうしようかな、スタミナ時間上げか。ちょっと伊能君上げとこう。スタミナ3、まあ悪くはない。緩急、やる気、体力下がった。コントロール490、でかい。これはちょっとやろう。まだカロリーバーがね、1個無駄遣いしたな。 35% か。攻めていいよね、攻めよう。よし、オッケー。ここでラブパかよ。あ、もう帰るか、母校へ帰ってしまうか。じゃあちょっとメンタルで積んどこう、この3色目を。でちょっと今見たら技術がやっぱ危ない。球速を上げていくか。ミオストレートが160にしよう。ちょっと待って、その前に155に止めておいて、スタミナを一旦 S にしよう。であと直上げしていって、君は左利きや、重すぎるけど技術あるからな、まあ、もしかしたらコツが手に入るかもしんないんで、置いとくは置いておこう。内無双もな、だから精神か。そうするとクロスキャノンもコツがない。逃げ球じゃあ1で取っちゃおう。低めも取る、緩急も取っちゃおう。で船積みタックがなんか来てるね。変化球か、 27% か、でかいな。結構攻めてるけどね、結構攻めてるけど、やろう。攻め攻め勝っている。もうさすがに無理か、全てがオーバーだな。ここからはまた技術を吐かなきゃいけないんだよ。キラキラ取っちゃうか。いや、もったいない気がする。どうしよう、ちょ弾道上げとこう。ミート上げる、精神使うんだよね。ミート精神はね吐きたくないのよ今のところ。あれ玉、順のコツあるやつ取るか。じゃあ他コツがありそうなものない、ないね。掴んだね。ちょっと打たれ強さも1で掴むのは嫌なので、いやー怖えな、溢れそうで怖えな。技術と精神、いや分かんない、計算ができない。
溜まってんのは赤が溜まってるでしょ。で技術も溜まってるからそこそこ。これは溢れるな。取ろう、左キラー取ろう。で2人の強さ1だけ押さえとく。いやちょっとここに来て優柔不断的なものが出ちゃってんな。変化球対抗手も掴むか。よしコディア、これ帰ろう。我帰る。6の 1.5 倍でしょ。一応おまけ程度黄色もあるから。で技術全経験ってとこ5なんだ。しょぼい。2とか彼女ボーナス絶対しょぼいでしょこれ。全経験点の変化球の彼女ボーナス、あ最後に彼女ボーナスつくの、それはかなりいいね。で帰ってきてしまった。もう72、25、数値的には悪くないね。 8%、 まあラブタワーが効いてるからか。何あげてたんだっけ。スラーブ3球種が限界だな。変化球ポイントが今回ちょっと足りない。タイピンを手に入れたのかさっき。じゃあこっから掴むやつは掴んでいきますか。クロスキャノンは何が大変。変化球ポイントはあともう金徳に回す感じだね。こっから先は覚えらんない。11で取っておこう。で8%やろう。であと7月入るからデートだな。一応見て。でも死んでしまうからデート残り3回。でスタミナのオクタビアタックが来たらちょっとやっておきたい。もう1回時間上げすると多分だいぶ楽になるから。クロスファイヤー掴んだ、超ありがてえ。そうかこいつもコツくれるんだ。えピンちゃんでいこう。でクロスファイヤーも1で掴んじゃったらいいんじゃないか。だいぶ違うよね、だいぶ違う。よし取ろう。で内角をちょっと掴んでほしいんだよね。内角自体はそんなに重くないんだけど、やっぱ開骨あるとないっては違うんで。1点取られてるけど俺のせいじゃない。あとはおさスタミナ全然減ってねえな。復活とみなぎる活力があるからな。人間離れをしている。いや風なぎの復活を取ったのはかなり握手だったな。でも風薙強いねやっぱり。覚醒して、まあ、試合経験点ボーナスとあとなんだっけコントロールだっけ。だからなんかテーブルが別に強くなったっていうそのタックのね感じじゃないんだけど、でも風薙自体はいいねと思いました。でないないからここはデート。内角をくれ。てかさこれこれ何くれんだっけ。靴の魂か。全然あれを把握してなかった。なんか欲しいな。技術はいいんだよ。ちょっと変化球が足りてないからな。明神ってなんだっけ。コツ見てなかったよね。あのガチャやった時は見たけど、伸びジャイロボール重い球球持ちを取ってない。緩急は取ったよね。一回やる。スタミナどう。394普通必要。いや結構必要だな。甲子園に行ったらちょっとスタミナ練習するか。ここは一回変化球挟んで、だってあとデート大丈夫だよね。一回あるから。はい、ちょっと変化球ポイントが欲しい。で玉持ち佐伯さん。技術108にする必要あるんだっけ。1上がるな。ちょっとコスパは良くない。そうすると技術を吐く。超スローボールはもうそもそもいらないんだよね。持ちたくない。超スローボールを持っているピッチャーいないっすから。
9回このスタミナ量頭おかしいよね。どうなってんの無尽蔵のスタミナ。ガソリンタンクだよ。ガソリンタンク金とこ欲しいんだけどできないかな。あっても全然いいよね。回復って持ってるキャラ超珍しいよね。多分アバタ君くらいだと思うんだよね。アバタ君持ってたよね回復。サイキさんさらばミオストレート持ってるんだったらさ第2ストレート覚えてもいいと思う。ミオストレートの良さが分かんねえんだけど何がいいんだよ。だったらジャイドボールとかの方が良くない。50悪くはないな。じゃあちょっと最後はデートしよう。5回目デートする意味があるのかって言われたらよくわかんないけどとりあえずしておく。エピローグの金徳が深くてだからね。玉持ちよし。玉持ちは2やったらそれなりに軽くなるっしょ。で不屈の魂でも140で取れんのか。二人強さが1、あ1取ってあるからか。さてさて玉落ちあれ4になってる。なんかいつの間にかあれだな。黒助のも取っちゃうでしょ。内無双どうすっかな。どっちかっていうと精神使うね。完全制圧のちょっと精神の使い方がえぐいな。いやこれはこれやるでしょ普通に。スタミナやろうかと思ったけどこれは普通にこっちやります。初タッグ回ピンチャン。技術が結構余ってるね。コントロール106まで上げてもまだ技術が余ってるから本当だったら超スローボール飛んだかな。あれ的にはいいよね。経験点の吐き方としては。さて9回今回はちょっとスタミナを削られたって言っても半分以上残ってるけどね。高速スライダーそんなに曲がらないな。まあ速い分Vスライダーめっちゃ使えるんだけどめっちゃ空振ってくれる。まあ下に落ちる変化球だよね。当てられると結構飛んじゃうんだけど空振りを取りやすい。マジで抜けられた。9番抑える。先頭バッターにはまさにまずこれほら三振。これはスタミナ来ない。普通にスタミナ練習しよう。いくつ2ってどうなの。ちょっといくつ使うのかを見よう。 S で、あでも30の22、だから50、まあ、そこそこはでもね経験点としては。でさらに経験点もらってるからねいいんじゃないですか。3球種目じゃなくて4球種目覚えたいけど無理だな。これ変化球がまあすげえ伸びてるわけじゃないから、だからちょっと設定的にもまだ止まっちゃってるけど、まあ、こんなもんでしょう。いよいよ最終回を迎えました。この回の先頭4点も取られたんだけど、ここまでてかスリーランホームラン打たれた。悲しい。ボテボテの当たりはショートゴロアウト。ブーブー打線がやっぱ上位打線が結構強いよね。でブが強い。普通にブに打たれたわけじゃないけど、ミートエスパワーエースのパワーヒッターとかチャンスとか持ってるからね。嫌いは嫌い。下位打線はまあここまでっていう感じだけど、それでも油断はできない。3球でした。ミオストレート。最後か。練習できる体力あるかな。おスタミナが来た。 8% やろう。これはで技術、例によって技術だな。なんだ技術を使う。完全制圧やっぱ骸骨取れるのがから
精神を大して使いたくないんで、精神、あー、内武装取っとくか、先に。精神の使わないやつ、急速安定。で、対強打者50か。根性とかも取ってる余裕はない。回復。ただ取るのなくね、もう。先制ストライク取っとく ?37 でしょ、だったら、あれ玉だな。いや、ムービングファスト取るか。ムービングファストって取るとどうなるの ?234。231。まあ、変化球、ツーシーム。筋力、精神は20で変わらない。いや、ムービングファストにしよう。よし、これにしよう。ミオストレートってムービングファスト系じゃないよね。そんな感じではなかったな。よし、じゃあ最後にスタミナを、大丈夫だよね。よし、バック上げして6。ありがたい。しかも経験点をちょっとくれる。あれ、こいつ、そういや、どうなったんだ。同じ系列の中学校。ほうほうほう、なるほど。じゃあ、なんかめんどくせえから、チャンスでいいや。最後に妥協する。で、スタミナを上げきっちゃって、4までは上げる必要ないんだよね。242だから。まあでも、パワチャレのこと考えると、101でいいや。もうすでにコントロール上限アップが6あるから。で、球速って上がるんだっけ ?242、242、247。158で結構上がるな。2345。はあ、はあ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 、なるほど。その代わり筋肉めちゃ使うね。技術あふれることはないと思うから取っとこう。お願いします。なんかギリギリだったんだけど、ま、自動失点するのはしょうがない。これ自動失点っていうあれじゃないけどさ、55微妙。最後に経験点くれるからね。ドラ1ではない、ドラ3か。これ中継ぎとあれもつけられるんじゃん。くれなかった、悲しい。最後何くれんだっけ、うまくいけば。けど、経験点は1万5000を超えましたという感じで、ちょっと抑えるやつだけ抑えよう。完全制圧。他、火消しもちょっと覚えとこう。で、敏捷ポイントがせっかくあるんで、中継ぎ適正と抑え適正も抑えとこう。こうやってなんか意味あんのっていうのはあるけど。で、変化球、なんか1個覚えられんね。コツをつかまなければ覚えられるっていうか、変化球を使うコツがもうほぼ対強打者くらいしかないんで、じゃあサークルチェンジを覚えとく。これ変化量が少なくても大丈夫。あ、チェンジアップを第二変化球として覚える、幻惑させるために。いや、サークルチェンジにしようか。サークルチェンジにしよう。で、変化球はもうこれで使い切って、じゃあどうしようかっていうところ。なるべくもう精神がきついんで、精神きついんだったら球速158まで上げるか。はい。で、あと取れるやつ、あれ玉とか。先制ストライクの方が安い。安全圏、緊急登板取っちゃうともう終わりだけど、もう終わりだけど、回復って取って意味あんの、これ。これで回復取りたいな。260か261か。え、じゃあなんかちょっと野手能力上げとこう。無駄かもしんないけど。ミートを上げたいな。F にしよう。え、ちょっと待って。球速もう1上げるか、じゃあ。
158から159にすると特に何も変わんないけど、じゃあコントロール余ってるし上げとくか。108で、技術だけやたら使うものとかもうないよね。なんかあるプレッシャーラン、プレッシャー対応、高速チャージとかコツつかんであるけど、まあ少し技術が余っちゃいましたけれども、まあこんな感じですね。結構コツを掴んだけれどもやっぱりね、虹解くと、あと変化球だね、変化量がそこまで莫大にあるわけじゃないんで、この2つを伸ばさないとやっぱりなかなか厳しいものがありますね。というわけでちょっとね、復活は全然自分のチェック不足で無駄にしちゃいましたけれど、まあ、あと淡瀬ちゃんが最後にコツ、金徳のコツなんだか忘れちゃったけどくんなかったんで、まあそこら辺があれば、まあようやく PG に行くっていうところですかね。まあそんなわけで、まあフリート自体はね、結構強い、結構というかかなり強い高校でしたね。あの投手でここまでの選手ができたのは初めてだと思います、自分の中では。まあミオストレート持ちのね、まあその折り辺持ちの強い選手っていうのをやっぱ作りたいよね、まあパーチャレとかを考えると、っていうのが、まあ、一応自分の中の投手の作り方です。というわけで今回はこれで終了したいと思います。あとね、明神くんとかもうちょっとレベルが上がるとまた変わってくるのかなという印象はあります。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。